大腸菌 E ライのリピド A の構造リピド A は、グラム陰性細菌の毒性の原因である、内毒素の構成成分である。リポタ等の3つの領域のうち一番奥の部分であり、その素水性によって、LP 図を外膜につなぎ止めている。リピド A 自体は毒性を示すが、人の免疫システムによるリピド A の感知は、グラム陰性菌の感染に対する免疫応答の開始に、 重要な役割を果たしている。LP 図の免疫活性可能の多くは、リピド A ユニットに由来している。リピド A は、非常に強力な免疫システムの刺激剤であり、ピコグラム、ミリリットルほどの量で、探求やマクルファージなどを活性化する。グラム陰性菌の感染により、生体内でリピド A が高濃度になると、免疫応答が制御不能となりショックや死を引き起こす。 リピド A はアシルサが結合した2つのグルコサミンユニットから構成されており、通常はそれぞれの糖に1つずつリン酸元を有している。リピド A の免疫活性化能に最適なアシル元の数は6個であると考えられている。グルコサミンに直接付加している4つのアシル元は、大抵炭素数10から16の β ヒドロキシルアシルサである。例えば、E。 古来リピド A は一般的に糖に結合した4つの C14、ヒドロキシルアシルサを有しており、C14 と C12 のアシル元が1つずつ、ベータヒドロキシル元に結合している。E 古来におけるリピド A の生合成経路は、クリスチャン・ RH ・リーツラによって1980年代から解明された。リピド A の構造と、深刻細胞に対する効果の研究は、 オット・ウェストハルやクリス・ゴラノス、エルンスト・ティ・ー・ライアッチェル、はじめ高橋のグループが、それぞれ1960年代に開始していた。リピド A の UDP ジアシルグルコサミン戦具体の合成リピドアイ場の合成アシル元の数を減らしたリピド A は、グラム陰性菌による免疫活性化の阻害剤として採用する。また、化学合成されたこの種の阻害剤については、 グラム陰性菌の感染による有害な効果を防止するための薬剤として臨床試験が行われている。一方、リピド A の構造を改変した誘導体はワクチンの構成成分として使用されている。リピド A は細胞表面の通る様受容体 4MD-2CD14 を介して細胞を活性化することが明らかにされている。 したがって、エリトランのようなリピドエアナログは TLR4 アンタゴニストとして採用する。このような TLR4 アンタゴニストは、グラム陰性菌の感染による過剰な炎症反応に対する治療薬としての開発が進められている。ありがとうございます。